すみません、これはハーレーのなんていうバイクですか？ハーレーのツーリングファミリー。ツーリングファミリー。はい。FL なんとかかんとかね。あ、FHT とかいうやつ、ね。FHT。何年モデルですか？2008年。あ、綺麗にしてはるわ。またオーナーさんよろしくお願いしますまたお会いしましょう。2008年ですか。 FL これですかね。クラシックのね、いろいろ名前があって。これはどこのメーカーですか？これはね、ヤマハ。なんていうバイクですか？ロードスター。ロードスター、何 cc のやつこれ？1600。何年モデル？1999年ですよ。1600万のいかつ。またお会いしましょう。ごちそうさんでした。また気楽に遊びにやってくださいね。ありがとうございました。どこのメーカーですか？これ川崎。なんていうバイクですか？800。800やったらだいぶ楽やね。お前400の子乗せてもらったんやけど、もうしんどくてしんどくてね。またお会いしましょう。ありがとうございます。気付けて。綺麗に乗ってはりますね。これも、あ、ごめんなさい。これは Z かな。 FX 1やね。そうですね。どこの、まあ、これも入ってるんや。何年モデルですかこれは？これ80年。綺麗に乗ってはりますね。マフラーノーマル？いえ、森脇ですわ。あ、森脇やね。すごいな。ライダーさん、どうぞ。あ、写真撮りましょうか、僕。あ、よかったら向きだけ変えといてもらったら、出やすいんで。みんなが僕写真撮りますわ。ついでに動画も撮ってきますわ。はい、行きますよ、皆さん。そっち行ってもらいます。はい、もう、はい、あ、どうも。はい、ます。はい、ポーズ。もう一枚失敗したらなんかちょっとね。はい、ます。はい、ポーズ。はい、ありがとうございます。クラウン返していきます。はい、どうでした？初めてのダチョウ。ああ、よかったです。ありがとうございます。またあの鍋料理とかもやってますので、気楽に遊びしてください。ありがとうございます。この近所からですか？ダチョウってそんな硬くないんですか？あのね、あの熱か加えた時点では柔らかいんですよ。はい、ただ時間経っちゃうとね、脂肪分が少ないんで硬くなっちゃうんで、だから皆さん食べるのはできたさかもしれないんですが、そのことやってください。ありがとうございます。何年やろ、最初の1個前や。